こんにちは、体づくりクラスを担当しています佐藤奈々子です。今日は皆さんがいろいろ気にしているところの一つとしてマルカールの上達っていうのがあるかと思います。その辺でちょっと体の使い方についてお話ししたいと思います。マルカール、地面に吸い付くようなマルカールで、やっぱりこう重さですとか力強さを出すために力を入れたくなるかと思いますが、やっぱり力を入れたつもりで体全体ができんだりとかすると動きが小さくなったりとか、思うように動けないということがよくあるかと思います。そういった力力まずに、でもこう力強さを出す、重さを出すっていうためにどういったところを意識したらいいかっていうところを、体づくりの観点からお話ししたいと思います。力を伝えるためには足の力が必要なんですけども、足に全体にこう力んでしまったりですとか状態でこう力を入れてしまうと動きが悪くなってくると思います。でやっぱり地面に力を伝えてあげるというので、一番地面から近いところにある筋肉、ここをうまく使ってあげると力が伝わっているように、力が地面に伝わっているように見えるかと思います。なのでこのふくらはぎの筋肉を使ってあげて動いてみたいと思います。まず足を出した時に力、ふくらはぎの力を地面に伝えてあげます。例えば、シャッと出したときに、ふくらはぎに力を入れて、地面に力を伝えた。これを続けていくと、今ふくらはぎ力、この辺は力を入れてふくらはぎだけを力を入れました。で上体はふくらはぎの足の動きを助けてあげるために常に引き上げて続ける。その力は抜かずに足のふくらはぎの力を伝えるということを意識しながら今動いていました。私がやっているボディービルでは常日頃こうやってウエイトを持って動くようなトレーニングをしています。それ以外にポージングといって、例えばこういうような形でずっとこれを数秒、10秒とか15秒キープするようなトレーニングもしています。でこういったことを応用してクラスではまず動くエクササイズと上体の姿勢を常に一定にキープできるような練習をして、皆さんの何年かの上達につなげていきたいと思います。クラスは、毎月第1と第3の日曜日18時から、下北沢のスタジオセンティートで行っております。詳しくは教室のホームページをご覧ください。よろしくお願いします。